カンツベをご覧の皆様、こんにちは。今回のカンツベは、海上自衛隊では1年がどのように流れていくのか、令和4年の代表的な行事を振り返りながら、一緒に春夏秋冬をたどっていきましょう。それではご覧ください。まずは春。世間一般と同じく海上自衛隊においても卒業と旅立ちの季節。幹部候補生学校を卒業した初級幹部たちが遠洋練習航海へ旅立ちます。令和4年はさまざまな訓練を重ねながら7カ国9寄港地を巡るのです。彼らの旅の様子は令和4年度遠洋練習航海の動画をご覧ください。夏には毎年海外への派遣訓練が行われます。令和4年は IPD22 部隊が米海軍主催環太平洋合同演習リムパックなどなど複数の共同訓練に参加しました。令和4年の夏は IPD 部隊にとどまらず、海上自衛隊は同盟国友好国海軍などとの防衛協力や交流を例年以上に実施し、連携の強化を図りました。普段なら任務や訓練に忙殺される秋ですが、令和4年は海上自衛隊70周年を記念して国際観艦式が行われました。これはなんと20年ぶりのこと。一列にきれいに並んで進んでいる参加艦艇たち。岸田総理が乗艦された護衛艦いずもに対し次々と敬礼していきます。せっかくですから、なかなか見ることができない外国の艦艇もご覧いただきましょう。冬には砕氷艦しらせが南極の分厚い氷と格闘中。令和4年の映像はまだ入手できていないため、昨年のしらせの映像をご覧ください。冬にはと言いつつ、南半球は夏です。船体の重さを利用して氷の上に乗り上げながら押し割っていきます。いかがでしたか？春になってしらせが日本に帰ってくると、また初級幹部が遠洋練習航海へ旅立ち、1年が巡っていくのです。缶詰では引き続き海上自衛隊のあれ何これ何をどんどん発信していきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。